ロイヤルクラウンダービー。ロイヤルクラウンダービー時期会社。ロイヤルクラウンダービー時期が、医者は、イングランドのダービーにある、時期メーカー。高品質のボーンチャイナで特に知られる、この会社は、1750年頃から、テーブルウェア、食卓用食器と鑑賞用時期を作り続けてきた。1745年、ザクセンからのユグノーイミン、アンドリュー・プランシェはダービーに住み着いた。 彼はそこで1747年から1755年の間、ソフトペーストの花瓶と勝立像を制作した。1756年の初め、彼は以前チェルシー時期工房とロンドンホールで絵付け師をしていたウィリアム・ドゥーズベリ。1725年から1786年、銀行家のジョン・ヒースと共同事業を立ち上げた。これがダービー会社の設立にあたるが、 街の外れで活動していた、同じダービー時期メーカーのコックピットヒル工房の方が、時期としては早かった。それは、ビクトリアアルバート博物館が所有する1750年の印が付けられたの水差しから明らかである。プランシェは、会社設立の後ほとんどすぐに姿を消し、事業は、ドゥーズベリーとヒースの二人で、後ドゥーズベリー一人で運営された。才能ある。 企業家だったルーズベリはガラス室、焼いて廃エにした骨を含ませた新しい練り土を開発した。これによって工房は高品質の食器を製作できるようになった。彼は可能な限り最高の造形師と絵付け師を雇うことによって芝叩く間にダービーを生産用食器セットと勝率像の主要な生産地とした。人物画はキューピッドを特に得意とする。 リチャード・アスキューとジェームズ・バンファードが描いた。ザカリア・ボアマンとジョン・ブルーアンは風景画、生物画、田園風景画を描いた。複雑な花模様はウィリアム・ビリングズリーがデザインし描いた。1770年にドゥズベリはロンドンの名高いチェルシー時期工房を取得することで、すでに高い評価を得ていたダービーの名をさらに高めた。チェルシーの工房は、 同地で1784年まで運営され、この時期の製品は、チェルシーダービーと呼ばれる。その後に、工房は取り壊され、在庫、図案、型などの資産や多くの職人たちはダービーへ移された。1776年に彼は、再び、これも兼ねてから、有名なを取得し、移転可能なものは、同様にダービーへと移した。1773年、 ドゥーズベリーの熱心な仕事ぶりは、ジョージ参戦によって報いられた。すなわち王は、ダービーの工房を訪れた後、裏印に王冠を書き込むことを、ドゥーズベリーに許した。これにより、この会社は、クラウンダービーと呼ばれることとなった。1786年にドゥーズベリーは没し、会社は、息子のドゥーズベリ二世が受け継いだ。彼も、また才能のある経営者であり、会社の名を、 凍らしめつつ、多くの釉薬と型を開発した。ドゥーズベリ2世は期待されながらも、1797年に、早くも34歳で用去り、会社は共同事業者だったアイルランド人、マイケル・キーンが引き継いだ。彼は後にドゥーズベリの未亡人と結婚している。彼は熟練職人たちとソリが合わなかったようであり、腕の立つ職人たちの多くが会社を去った。しかし、 キーインの経営の下で、花絵付け師として、ビリングズリーの後を継いだモーゼス・ウェブスター、鳥を得意としたリチャード・ドットソン、風景画や海洋画を描いたジョージ・ロバートソン、狩猟画を描いたカスバート・ロートンなど、残った職人たちが優れた製品を作った。この時期で最も有名なのは、クエーカー京都のウィリアム・ペグであり、際立った独特の花の絵付けで知られている。 彼は1797年から仕事を始めているが、その宗教的信念から絵付けを罪深い職業と考え、1800年に立ち去った。彼は1813年に再び戻ってくるが、1820年にまた去った。キーンの時期には多くの優れた製品が作られたが、経営は混乱し、財政難に陥った。 ドーズベリー2世の息子として1790年に生まれたドーズベリー3世は1791年に成人すると会社を受け継いだ。キーインは株を自らの義理の父、3世の祖父にあたるシェフィールドに売り、この関係はドーズベリーシェフィールドという名の下で続けられた。1815年、工房はそこで販売員と初期を務めていたロバート・ブルに賃貸され、 トゥーズベリは経営から身を引いた。ブルアは必要とされた支払いのため課題な借金を、したが損失を埋め合わせ、事業の財政的な足場を再度固め直す手腕によって、自らが極めて有能な事業者であることを実証してみせた。彼はまた事業の美学的な側面を完全に理解しており、彼の経営のもと豪華な色付けと優雅な様式の製品が作り出された。 例として明るく色付けされた日本のイマリ焼きの模様が挙げられ、これは優雅な幾何学模様に様々なデザインの花を重ねてあしらうのが普通だった。これらのデザインは非常にかつ長く評判を呼び、会社は成長を続けた。しかし1845年にブルアは没し、3年間トーマス・クラークが後を継いだ後、 コックピット工房は売却され1848年に閉鎖された。かつての職人たちの一団は、ダービーのキングストリートに工房を開き、名前こそ違うが、以前の型、模様、商標を使い、ダービーにおける優れた職人技の伝統を受け継いでいった。機械化された工程はなく、二つとして同じ製品はなかった。保存された品々の中には、 ルーズベリーのオリジナルのろくろもあり、これは今もロイヤルダービーカンパニーが保管している。1877年、クラウンダービーの名の新しい所有者がダービーのオスマストンロードに堂々とした新しい工房を建てた。これがダービー時期の近代期の始まりとなった。ビクトリア朝高期において、クラウンダービーの模様は極めて人気を呼んだ。 そのロマン主義的で手間をかけた様式が当時の思考とまさに一致していたからである。1890年、ビクトリア女王はクラウンダービーを女王陛下雇用多子の磁気製造業者として指名し、これによってロイヤルクラウンダービー磁気会社という肩書きが認められた。1935年、ロイヤルクラウンダービーはキングストリート工房を取得し、2杯に分かれていた。 事業は統合された。1964年、会社はエス・ピアソンサンによって取得され、後にロイヤル・ドルトンも加わることになる、連合イングランド実機グループの一員となった。2000年、かつてのロイヤル・ドルトンのディレクターで、ピアソン家の一員であるヒュー・ギブソンは、買収を主導し、ロイヤル・クラウン・ダービーを再度独立させ、個人所有の会社とした。 2006年時点で、オスマストンロード工房に300人が働いている。現在制作されているものには、1981年に登場したちまち人気を博したペーパーウェイトもある。ロイヤルクラウンダービーは、また、豊かな色使いと複雑な金模様が特徴的なイマリ様式のシリーズも制しており、例えばオールドイ,イマリ、トラディショナルイマリ、レッドエイビーズ、ブルーミカド、 ゴールドアベスベリーといった食器セットが挙げられる。ダービーにあるロイヤルクラウンダービービジターセンターには磁器類の博物館があり、工房の見学ツアー、ギフトショップ、レストランが用意されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。